高田正幸は、日本のジャーナリスト、フロントラインプレス合同会社代表、東京都市大学メディア情報学部教授、元北海道新聞、高知新聞記者、高知県立高知手前高等学校卒業後、東京で新聞店従業員を経て、法政大学法学部政治学科入学、卒業後、一般企業を経て、1986年、 北海道新聞入社。小樽報道部、本社経済部、本社社会部、東京支社政治経済部、本社報道本部編集委員、同部次長、東京支社国際部編集委員、ロンドン支局、東京支社国際部次長を経て、本社運動部次長。2011年6月に退社しフリーに、2012年4月に、高知新聞に入社。社会部に所属。 2017年3月に退社。同年4月より、東京都市大学教授。北海道宅殖銀行の破綻と営業場と、地元百貨店の乱脈経営、地元信用金庫の不正融資事件などを取材。1996年、取材班の一員として、北海道庁コーヒー乱用の一連の報道で、新聞協会賞、及び日本ジャーナリスト会議奨励賞を受賞。 2004年、取材班代表として、北海道系裏金事件取材で、新聞協会賞、JCJ 大賞、菊池博史賞、新聞同連ジャーナリスト大賞を受賞。2019年、誰も知らない世界を誰もが知る世界にを掲げて、調査報道や手触り感のあるルポを軸に、新しい形でニュースを世に送り出す取材記者グループ、フロントラインプレスを、 取材記者や研究者ら約30人と共に立ち上げた。ありがとうございます。